バイルズアギャラリー小林と小林と申します。今日は木製のくり抜きのオフィスについてご説明をさせていただきたいと思います。まず皆さん、ご飯を、電子ジャーで炊いて、保温されるとき、通常保温になると思うんですけども、長時間保温していただきますと、ご飯が水分でベタベタになったりですとか、もしくはカリカリになってしまったりとか、炊きたてであればすごく美味しいんですけれども、保温にしたことで非常に味が損なわれてしまうということを経験したことがあるかと思います。で、今日はご飯が冷めても美味しいと言われているこういった木製の漆塗りのオフィスについてご説明をさせていただきます。これは木をですね、全部くり抜いて作ったものなんですけれども、蓋もそうですし、この、本体もですね、全て中をくり抜いて、作られております。で、外はこの飲み彫になっているんですけれども、職人さんがこれ一つ一つ、彫って漆をかけて、何回もかけて作ったものなんですね。で、どうしてこの木製のくり抜きのおひつがご飯が冷めても美味しいと言われているのかと言いますと、前回もちょっとご説明をさせていただきましたけれども、木製というのは水分を吸ったり放出したり、このオフィスの中の湿度を調節してくれる役割があるんですね。前回お弁当箱をご説明させていただきましたけれども、それと原理としては同じです。ですので、ご飯を炊いて後に、このオフィスに入れていただきます。保温性もありますし、それから、湿度も調節してくれます。カリカリになったり、ベタベタになったりすることがありません。電子ジャーの保温ですと、保温がかなり強いものですから、カリカリになってしまったり、もしくは水分が出てしまってベタベタな感じになってしまったりということで、ちょっと美味しくないということが起きると思うんですね。ですので、こういった木製のオフィスで保温していただきますと、若干もちろん冷めてはしまいますけれども、お弁当箱と同じような感じで冷めても美味しく召し上がっていただけるという、そういった利点があるんですね。で、もう一点はこれもお弁当箱と同じなんですけれども、漆塗りで塗られておりますので、この抗菌効果があるんですね。有害な大腸菌 O157、黄色ブドウ球菌 MRSA、サルモネラ菌ですとか、そういった人間に有害な菌を繁殖させないっていう、これ天然の抗菌効果がありますので、そういった面でも長時間保温、中にご飯を入れておいていただいても、お米が傷みにくいという、そういう利点があるんですね。こういった木製のオフィスはすごく昔から使われておりましたので、電子ジャーが発達してからはあまり使われなくなってしまっておりますけれども、冷蔵庫も電子レンジも、そういったものがない時代に、かまどで炊いたお米をそのままオフィスに入れていただいて、で、なかなか炊きたてというのは昔は食べられなかったと思うんですけども、そういったお米をある程度保管しておいて、冷めてもある程度美味しさは維持できると、そういった利点があったのではないかなというふうに思います。またこの手間もですね、すごく、飲み彫りで、手作りで作られているオフィスですので、底面と、側面は貼り付けてあるわけではなくて、全てくり抜いてありますので、非常に堅牢であるということですね。剥がれたりすることがありませんので、長く使っていただけると思います。またこれも前回ご説明させていただきましたけれども、漆が塗ってあって、塗膜がある以上はこの抗菌効果というのは半永久的に続きますので、でまた食品に
防腐剤や添加剤などを加えてるわけではないので、非常に体にも害はございませんし、安心安全の漆の器ということになります。またその、湿度の調節なんですけども、これも前回お話ししましたけれども、中が乾燥しているときは木が水分を放出して、中が水分が多すぎてご飯がベタベタになりかけていると、その水分を余分な水分を木が吸ってくれるということなんですね。ですので、冷めても適度に美味しい。保温性も湿気はありますので、若干のぬくもりは残っているかと思いますし、ということで、こういった木製の質というのが見直されて始めているのかなというのはあります。最近ひつまぶしですとか、いろんな使い方、他にも白米だけではなくて、混ぜご飯でしたりとか、いろんな使い方ができますので、それもご活用いただければと思います。では、器に興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。まだツイッター、インスタグラムいろいろやっております。岐阜柳瀬、小林と、Google マップで検索していただきますとすぐ出てまいりますので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。また、ネットショップの方もやっておりますので、ぜひ、ご覧くださいませ。以上になります。それではまたお会いしましょう。